ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-303 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-303。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。これまでに、SCP-303 がサイト。の敷地外へ移動した例は確認されていないため、現在、サイトの全域が SCP-303 の収容エリアに指定されています。サイト内に存在するすべての部屋には、可能な限り2箇所以上の出入り口を設け、各出入り口は10メートル以上離れた状態、あるいは同一視界内に入らないように配置してください。活性状態にある SCP-303 との遭遇に備え、サイト内には無線機及びインターホンを均等に配置し、すべての職員が、サイト内に存在する任意の職員と連絡を取ることが可能な状態を維持してください。SCP-303 を目視した職員は全員、直ちに精神鑑定を受けることが義務付けられています。現在、2010年6月4日より以前に、サイトにおいて収容が開始された SCP オブジェクトのすべてを、一時的かつ個別に、サイトの B へ移送する作業が行われています。移送された各 SCP オブジェクトは、該当 SCP オブジェクトとともに SCP-303 が移動していないことが確認され次第、サイトの A 再移送され、収容が継続されます。移送された任意の SCP オブジェクトとともに SCP-303 がサイトの B へ移動する。あるいは、すべての SCP オブジェクトがサイトの B へ移送された後も、SCP-303 がサイトに留まり続けるか否かを確認した後、現行の特別収容プロトコルは改定される予定となっています。説明。SCP-303 は、裸かつ性別的特徴を有していないように観測される、赤褐色の肌を持つ、痩せ細った外見を呈する人型実体です。目や鼻、耳といった部位は有しておらず、その頭部には、人間のものに類似した特徴を呈する大きな歯を備えた、非常に大きな口が一つ存在します。SCP-303 には、頑丈な扉越しにでも確認可能なほど大きな音で、常に呼吸音を発し続ける様子が確認されています。また、SCP-303 に遭遇した経験のある財団職員は全員、SCP-303 の全体像を視認していない場合であっても、その全体像を詳細に説明することが可能であると判明していますが、なぜそのようなことが可能であるかについては、現在までに解明されていません。SCP-303 は、知性を有する任意の人物の中から、未知の基準により任意の人物を選択、以下、対象者と呼称、し、対象者の周囲に存在する閉じられた扉、ハッチ、その他の出入り口越しに、対象者と対峙する地点に出現するとの行動を不定期に行う性質を有しています。出現した SCP-303 は、長時間にわたりその場に留まり続けることになりますが、その行動にどのような意図があるのかについては、現在までに判明していません。SCP-303 が対面側に存在する状態にある、扉やハッチを回避しようと試みた対象者は、身動きが取れなくなるほどの強い恐怖を覚えることとなり、その回避を行うことが不可能となります。これらの現象は、SCP-303 が自身の姿を対象者、あるいは他の観察者に視認させたくないとの意思に起因し発生させているものであると考えられており、SCP-303 が不活性化し、その場から姿を消すまでの間継続されることとなります。対象者が覚える強い恐怖がどのような手段により及ぼされるものであるのかは、現在までに判明していないものの、その症状は、雲恐怖症や無限恐怖症といった、本能や前意識により感じる恐怖に類似したものであることが判明しています。ただし、を用いた分析結果は、SCP-303 が、意識的に対象者に恐怖心を与えようとしているわけではないことを示唆しています。SCP-303 は、自身の全身が観測者に視認されることを許容しない性質を有しており、これまでに、単一の観測者により全身の 10% 以上が視認された例は確認されていません。出入り口に設置された扉などの仕切りを構成する素材が透明、あるいはその一部が透明である場合、SCP-303 は、対象者より自身の全身の 10% 以下のみが視認可能な地点に実体化する。あるいは、仕切りの表面に霧や霜に類似した現象を発生させ、自身の全身を対象者に視認させないようにすることが判明しています。遮蔽物が存在しない方向より任意の観測者が接近した場合、SCP-303 は、対象に自身の全身が視認される前に非実体化することとなります。
実体化した状態にある SCP-303 を観測範囲内に捉えた記録機器は、一時的に動作不良を起こすこととなるため、その実態を記録することは不可能であるようです。また、これまでに SCP-303 が任意の対象に物理的、あるいは言語を用いて接触を図った例は確認されていません。収容経緯。SCP-303 がどのような経緯でサイトにたどり着いたのかは現在までに判明していません。SCP-303 の存在が最初に観測されたのは、2010年3月1日のことであり、誤って他の SCP オブジェクトと共に当該サイトへ移送された。あるいは、他の SCP オブジェクトにより創造されたものと考えられています。そのため、サイト内において収容されている、あるいは、過去に収容されていた全ての SCP オブジェクトを対象に、現在再調査が実施されています。この後の事案記録及び実験記録は、ここまでの紹介内容と重複する部分が多いので、例によって要点だけの紹介にさせてもらうぜ。事案303-6。本日、サイト、の2階倉庫内において、博士の遺体が発見されました。検視により、死因は脱水症によるものであると判明し、現場の状況から、博士は倉庫内に5日ほど閉じ込められていたと推定されています。遺体が発見された倉庫と、職員により日常的に使用されている通路の間には、4メートル×4メートルの減圧室が設けられており、減圧室内において SCP-303 が活性化した影響により、通路側、倉庫側双方の扉が開閉不能となり、博士は倉庫より退出することが不可能になったものと考えられます。ほい。2010年5月1日現在、SCP-303 は、サイト、の2階倉庫を自身の部屋として定めたように観測されています。そのため、2010年4月5日以降、当該倉庫への職員の立ち入りは一切禁止されています。SCP-303 は、財団の所有する物品を取得後、倉庫内に持ち帰ることを目的に、定期的に倉庫より退出しているように観測されており、これまでに以下のような物品を財団より脱出しています。冷凍保存用チューブ ×1。財団基準の標準手術キット ×3。研究用に保管されていた B クラス職員の遺体 ×2。ガソリン式発電機 ×1。トリプトファン、フェミルアラミン。チロシンを含む、大量かつ多種の化学物質。コーヒー用粉末クリーマーが収められた容器 ×1。これらに加え、財団が所有する機密書類が多数脱出されています。担当職員は現在、SCP-303 が何を目的にこれらの物品を財団より脱出したのかについて、調査を継続しています。報告書の紹介は以上だ。知性を有する任意の人物の周囲に存在する扉やハッチの前に、対象人物と対面するような形で出現し、対象がそれらを回避しようとすると、対象に強い恐怖心を覚えさせることにより、その回避を妨害する性質を有する、未知の人型実体、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。その起源や目的は一切判明しておらず、いつの間にか収容サイト内に存在していたため、サイト全域をその収容エリアに指定することにより、どうにか収容に成功しているという状態にあるようだな。活性化した際にしか実体化せず、目視や電子機器による観測を行おうとすると非実体化してしまう以上、特定の場所に留めておくのは難しいでしょうし、大雑把に囲い込む以外に収容方法がなかったんでしょうね。ああ、そういうことだろうな。現在は際立った危険性はない状態にあるようだが、SCP-303 には、財団から脱出した物品を用いて何かを行っている様子が観測されているため、その調査や研究が継続されているみたいだな。何を行っているのかは知らないけど、間接的な観察のみで全体像を把握するのはとんでもなく難しいでしょうね。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。